さん今回、ネットフリックスにしましょうか。あのー、最近、ネットフリックスの,あのプレミアムプラン、1980円の契約しまして、契約したからもったいないなと思って、まあ、まあ、映画ね、映画見に行くと、1回1500円ぐらいですか。で、移動費と、まあ、こうこう時間、まあ、映画館は映画館の臨場感があるんですけど、 まあ映画何本か見ればまああれかなと思ってねあの、まあ、久保さんは結構ね DVD とかブルーデイとか買いまくってるっぽいですけど僕はネットフリックスでそうアマゾンプライムでいいかなと思ったらやっぱねやっぱネットフリックスって今利益が2兆円1兆円か2兆円上がったんですよネットフリックスすごいんですよねビジネスやってるとそのネットフリックスがすごいぞと。 いうのも聞いて、じゃあ、ネットフリックスってな、な、何が違うのかなみたいな、そういうのもね、あの、そういう視点でもね、興味があって、ちょっと契約しようつってね、契約したんですけど、あんまりサブスク好きじゃないんです、僕ね。で、ットフリックス見てたんですけど、最近見てるんですけど <laughs>、あのね、あーいいっすね <laughs>。 かやっぱアマ,アマゾンプライムはまあとはやっぱちょっと違いますね。やっぱあのいろんなあの見,やすい見やすいし量あるしやっぱアマゾンプライムとはちょっと違いますね。うんそう。そう。今あのトランスポーターっていうねトランスポーターっていう20年前ぐらいの映画見てたんですけどそう。 トランスポーターのあの、ジェムス、あの,あの俳優好きなんですよそう。昨日はね、あの、なんだ、ワイルドスピードのその、その人、ジェムソン、ジェムソン、ジェムソンじゃないな。うん。なんかあの、いるんですよ。あの、 俳優さんが好きでねその人若いんですけどわ若くてまだちょっと髪の毛あるみたいな今髪の毛ないんですけどねその人うん、まあ、何かっていうとあの何、ー、だろうなうん なんか今日頑張ったもの今日今日頑張ってきたか頑張ってきたからこそなんかネットフリックス優雅に見れるんだっていう <laughs> 久保さんがそのマージャン店で多分ね久保さんがマージャン店で借金まみれの時にな悠長に DVD 借りて見るとかなんかその時間をこうなんかこうなんだろうな楽しめるというか 多分あんまなかったと思うんですよね。まあそれは久保さんしかわかんないですけど、あのー、従業員がいて、従業員の給料払うために借金作ってたりとか、まあ、ネットビジネスで作った売り上げを麻雀店に入れた頃って、なんか優雅に初めの一歩読むとかね。<laughs> 多分あんまなかったんじゃないかな。ど,どうですかね。それ久保さんしかわかんないんであれですけど、なんかキャバクラ行ってましたみたいなのを言ってたけど、なんかキャバクラは行ってましたみたいなのを言ってましたけどね。 でもなんすかねその時間をその自由に使えるというかそういうのっていうのは真、まあ、久保さんもねやり込んだから今があるんで僕もそうなんですけど僕もね借金返済してる時はそんな猶予ううに、ね、ネットフリックさんかネットフリックって結構話題になってから何年経ったんだって話でそうなんかぼーっと見ながら。 こんな人生もあるんだなみたいな <laughs> うん、うん、なんか変な感じですね時間を優雅に楽しめるというか時間を無駄に使えるというか、うん、まあ無駄に使うことはないんですけどねまあそれを結局なんかアウトプットすればいいだけなんでうんまあアウトプットしなかったとしては無駄じゃないというか自分が選んでね なんだ使ってる時間なんでうんそうまあでもやることはまあやってますけど一応、うん、だいやなんか何もあんまやらずに何も変えずに何も挑戦せずにネットフリックス見てたらそれはダメっすね <laughs> 多分 <laughs>、まあ何も変わらないでしょうね。だ変えてから見ればいいんじゃないですかね。変えてから <laughs>。変えるまではね、やっぱその変えるまでの時間が必要ですから、何に時間使うのかって話して、変えたら見ればいいんじゃないですか。うん。みんな変えずに Netflix 多分見てますよね。うん。まあ別に人の自由ですけど。うん。はい。いってらっしゃい。